グリゴリー・ポチョムキン、グリゴリー・アレクサンドロビチ・ポチョムキン、1739年、9月13日、ロシア歴、9月24日、グレゴリオ歴から1791年10月5日、ロシア歴、10月16日、グレゴリオ歴は、ロシア帝国の軍人、政治家。タブリーダ公爵で、ポチョムキンイコールタブリーチェスキー公爵と呼ばれる。帝国秘密参議会参事官。 軍法会議副議長、陸軍主席大将にしてシンドシアクリミアの総督。女帝エカチェリーナ2世の愛人で秘密結婚の相手とされる。近年の研究でエカチェリーナとの間に思うけたと言われている。1739年9月13日、ロシア歴9月24日、グレゴリオ歴スモレンスク県生まれ。1762年。 当時のピョートル三世を排位したに、十三歳で、このエレン隊の一員として参加した。三十六歳の時に十歳年上のエカチェリーナ二世と結ばれ、家庭には恵まれなかった、エカチェリーナの生涯唯一の真実の夫というべき、男性で、非生活のみならず、政治家、軍人としても、女帝の不可欠のパートナーとなった。百七十三年に発生した。 大規模な農民の反乱、プガチョフの乱では、鎮圧に活躍した。その後、急接近した二人が、極秘裏に結婚し、エカチェリーナが46歳の時、1775年に二人の間には、じ、娘が生まれ、ポチョムキナ、チョムキナは、後に将軍と結婚し、その末裔は、現在も実在している。 などの説があり、かなり信憑性の高い資料であるエカチェリーナとポチョムキンが交わした1162通もの上り書簡からもそういう事実があった可能性が伺えるが真相は今も研究が続いている。二人に男女の関係がなくなった後も妻と夫であり続け、エカチェリーナの男性の趣味を知り尽くしたポチョキンがエりそぐった愛人を女帝の警棒に送り込んでいたという。 1779年、オスマン帝国と相なり科学条約を結んだ後、ロシア軍はクリミア半国から撤退する。その翌年には、反乱が勃発して、親ロシアのハーンであるが追い出された。このため、経済的利害の関係する層をクリミア半国から避難させた後、1782年、エカチェリーナ2世はポチョムキンにまたも内乱の鎮圧を命令し、 ポチョムキンはクリミアに侵攻して、再びシャンをハーンの位につけた。写品は、先の反乱の加担者に対する断罪を主張し、このままではいずれまた内乱が勃発すると判断した。ポチョムキンは、ペテルブルクに赴き、エカチェリーナ2世に、クリミアの直接統治を進言。エカチェリーナも決断を下し、1783年4月8日、クリミア併合が宣言された。 エカチェリーナはポチョムキンを旧クリミア半国地域の県知事に任命し、国会北部沿岸を呼び、クリミアの開発を行わせた。ポチョムキンはクリミアをロシアの傍聴政策の突端とすべく、セバトポリ要塞を築き、国会艦隊を設立する。これに抗議したオスマン帝国との間で1787年、またもロト戦争が勃発してしまった。 そのためポチョムキンが海軍元帥と陸軍元帥を兼ね、彼のもとに実際の指揮はスボーロフが取り、1788年、オスマン帝国側の要塞を包囲するオチャーコフ行為戦。この時、フランス王国と同盟関係を結んでいたスウェーデン軍がフィンランドに上陸し、ロシア帝国とスウェーデン王国は戦闘状態に突入したフィンランド戦争。 スウェーデンは、オスマン帝国との直接の同盟関係はなかったが、ロト戦争に便乗し、攻勢に出る。オスマン帝国と、スウェーデン、二方面からの敵を抱えることの不利を考慮した、エカチェリーナは、スウェーデンとの停戦を決め、プロイセンとイギリスの仲介で停戦にこぎつける。こうして、一方での戦争を終わらせた後、トルコ戦線では、戦いは有利に進み、 スボーロフがイズマエルを陥落させ、1791年、ヤッシーの講和において、国会北部沿岸の完全ロシア領下に成功した。この新しく、ロシア帝国領に編入された地域を、エカチェリーナ2世は、ノボロシア圏という行政単位とし、総督に、ポチョムキンを任命した。この、クリミアの成長ぶりを視察するため、 ポチョムキンの演出でエカチェリーナは1787年にクリミアへの視察旅行に出かけた。その時、ポチョムキンの命令で街道沿いにエカチェリーナの一行を迎えするために装飾を施した。伝えられるところによると、厚い紙に美しい村の風景を描き入れ、女帝の船が通るか死の堤防に設けておき、豊かな村であるかのように見せかけ、女帝が通り過ぎた後は、 大急ぎで絵を下流に移したという。それ以降、見すぼらしかったり、恥ずかしいところを隠すための、見せかけを意味する、ポチョウキン村という言葉が生じるようになった。もっとも、このような言い伝えは古代なものであり、女帝を歓迎するために、町や村に装飾を行ったのは事実だが、それは周知のものであり、貧困を誤魔化す意図はなかったとされる。実際、クリミアは、肥沃な地であり、 貧困を誤魔化す必要などなく、ポチョムキンの尽力により、今なお、国会沿岸の主要都市であるオデッサ、ニコラーエフ、ヘルソンなどが建設され、現実に順調に発展していた。しかし、エカチェリーナ裁判年の長身は、老齢の女帝の長愛を良いことに、ポチョムキンの立場をも脅かすほどの影響力を持つようになった。1791年10月5日、 ロシア歴、10月16日、クレゴリオ歴、ヤシから認知のニコラーエフへ赴もむく、道中の付近の草原で倒れ、女帝に先立って病死した。52歳没。晩年は女帝から軽んじられるようになり、失意のうちに世を去ったと言われるが、彼の不法に接した女帝は、夫の死を深く嘆き悲しんだ。母書は、ヘルソンの聖カテリーナ大聖堂を。 ポチョムキンが倒れた場所には一年後、記念の石碑と石柱が建てられ兵士が常駐していたが、その後荒廃し、忘れ去られていた。しかし1963年に、地元の医師が草に渦漏れた石碑を発見、小規模な修繕が行われた。そして2016年、ロシア政府とモルドバ政府の協力の下で、修復工事が行われ、同年11月に公開された。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。